はい。再び。ん？何？何してんの？ティッシュ。いや、コースター使えよ、こう。な、あるだん、コースター。コースターそのためだ。あ、あったわ。なんでティッシュで、まあまあ、一回ね、ニュッチャー。かわいいコースター。ね、キングね。キングのコースターじゃん。これいただいたやつだからね。はい。うん。うん、これめっちゃ、俺もこれルフィとか買えるのね、ザーコレこれ。裏切り者の代償は高くつくぞ。言ってないよね、そんなこと。言ってる。そんな、ゾー、作んないでしょ。創作しちゃダメでしょ、この。何なんだよ。多分ドレイクに言ってるやつじゃない。ドレイクに言ったのか。やっぱ裏切り者は許さないからね。うん、裏切者といえばあなたですよって話。いやいやいや、急に K を攻めてる。何？裏切り者？うん。K が。何？ちょっと、まあいいかな、これちょっと、拝借させてもらうけどさ、うん、なんか動画で上げてたけど。おい、宅建取って、YouTube 上がろうとしてるんですよ。いや上がれねえだろ。上がれ別に上がれねえし。みんなが欲しかった、宅建しの。問題集ずっと欲しかったんだ、K さんも。いやいや、別にずっと欲しかったわけじゃないよ、別に。何卓剣って、なんか確かになんかね。俺全然理解ないの、卓剣の。俺も、なんかむずそうなイメージあるのさ。いや、もうむずいよ。てか、そんなやってねえし、俺。全然。やってないの？なんかさ、ツイッターとかでさ、うん、なんか動画も上げてたよ。上げてたよね、個人ちゃんの。ああ。卓剣しております。卓剣しておりますみたいな。ああ、上げた。上げたよ。撮んの？いや、でも、撮れる気はしてない。してないの。これがあると何ができるの。これがあると要はその不動産とかの、うん、あの仲介屋さんとかさ、うん、なんかさあの契約巻く時とかにさ、うん、説明受ける人ってこれ持ってる人からじゃないといけないとかあるんだよ。はあ。あ、じゃあ何不動産で手続きとかしてる人はみんな持ってるんだっけ。基本的にはみんなというかああいうでっかい会社だと5人に1人持ってなきゃいけないとか、ね、ルールがあるんだよね。その人の監督のもとみたいな、なんかやっぱ契約とかそうそうそう、あれ、まあ、家関連の法律誌みたいな。そうそうそう、法律、まあ、法律というか、まあ、その不動産関連の何かそういう契約やら売買やらを何かやるときの重要説明とかに名前が載せれる人というか、何っていう。どこそこに向かおうとしてんの。いや別にそういうわけじゃないんだけど。そういうわけじゃないの。いやそういうわけじゃない人この2500円の買わないよ。結構するやん2500円。しかもこれ2冊買ったのよ別に。2冊もう1個はね、最初ワクワクするよね、こういうの買うとね。まあまあわかるわ。ちょっとでもそんなにまだ、ね、ほぼ見てないですまだ。いやいや、でも大体見ちゃうじゃん最初こういうの、うん、合格率何パーなんだろうね。確かにもう低いんだって。15から20とか結構大変じゃん。むずいんだって年1とか。そう。ああやっぱそうなんだ。年1で15から20パーむずいやん。そうだからね、多分受かんない。だから、いつなの、しかも。毎年なんか10月が何度かとか言ってたけど、うん、うん、でも年一だからさ、別にこれ。うん、うん、そうそうそう。っていうだけよ、だから。だからナレッジキングと宅建がまあ、かぶってる感じだよね、そうだ、そうだ、そうだ。大変じゃん、じゃあその時期。大変ではないけどね。ねえ、うん、どっち受けるか、どっち。どっちに受けるかね、ね悩むよ。そうだ、俺はその時あの9月店舗予選、うん、で10月ナレッジキングだから。どうすんの。俺はそれで忙しいから。ケイさんはこれで忙しいから。宅建で忙しいよ。そう、大変だじゃん、お互い。どれ頑張ろうか。ないよ。どれ頑張ろうか。ないよ。ナレッジキングも。こっちの方があれだからさ、本来がこっちがボケなんだろうね。俺らの中でこっちがさ、なんかメインにやるけどさ、普通の人からしたらさ、これガチだけどちゃんとこっちガチなんだよ。ナレッジキングの方が趣味だからね、普通の人は。でも俺からしたらそれも大事だから、ややこいんで、ね、で、この人はそっちやってねえし、ね、ややこい状況になってるけど、ね、これ取れんの？どういう問題が出んだろう。いや、だからこれは見てみない。なんか問題出してじゃん、なんかね。出して一回なんか問題集なんでしょ、まあ、こっちは問題集かな。え、古典ユーノに携わってたことあるの。保険とは また別だ。保険の資格もあるじゃん、フィナンシャルファイナンシャルメイクは持ってるんだけど、うん、FP は多分この一応その不動産文脈もあるんだけど、うん、もっと深いはず。そのああ要は保険は広いけどその中の住宅がめっちゃ深いんだ。5、6個の項目からできてて確か。でそのうちの1個がなんか不動産文脈の中。あ、まあ、あるよね。あるよ。家の保険もあるしね。そうそうそう。だけどまあこれはどっちかっていうとだからもうそれのさらに建物家っていうかそっち専門みたいなやつだね。宅建業のもうこんなんむずくない？むずいんじゃない？ほら。なるほど。あ、もう何？普通に問題文がめっちゃ長いの。これは問題集だからね、うん、あれだけどさ。
ほら。投げ、もうなんか、問題です、デデンとかじゃねえ。問題です、デデン。あ、デデンできる。選択式なんだって。選択式、はい。宅地建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、はい、正しいものはどれか選んで、まあ、法律上合ってんのはどれか。そう、宅地類の宅地系宅地系、宅地系はもうあのテレビ局とかで終電逃したともらえるやつ遊び、自分の私利私欲のために使ってはいけないとかちょっと遠くまで旅行に行ってはいけないとかちゃんと自宅に帰らない、結構難しいよ、ちょっと罪悪感芽生えるまあこれむずいんじゃない、宅地とは建物の敷地に、もう漢字が読めないもん、ほらそれ以前やん、もうそれ以前やん、大丈夫なんていうのこれ、え、あ、言うでしょ、あの提供の今日ね、強せられる、なんていうんですか、いや、わかんない、こういう読み方がまずむずいもんね、いろいろリガードないんだね、土地を言い、道路、公園、河川、広場および水路に、ほらもうなんていうの、何されられる、めっちゃ出てくるわ、でしょ、これなんていうの、この人弁にとも協力の協、人弁に協力の協、うん、あ、協力の協じゃない、なんだこれ、協力じゃない、そそのか、そそのかされ、そそのかされ違うこれ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 よ、このこれ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 なんていうの、これ協力の協じゃない、強せられる、提供の協、提供の協でね、強せられるって言わないじゃん、言わない、なんか変な言い方じゃん、これなんて言うんだろう、人弁にね、これもう読み方がまず難しい、なんて言えばいいのこれ、なんていうの、協力の協ではないんだけどさ、うん、知らなかったら分かんないもんな。まあ、みたいな、ものは宅地には当たらないですかっていうのも、ほら、難しいよ、これ。何これ何ってか分かんないもん。だってこれ、一番最初やん。そうよ。備える。あ、そ、お供えの備えだ。そな、そなせられる。何そな。そなせられる。とも、きょう。ともせられる。ともせられる。うわぁ。もう読みたらわかんない、地獄じゃん、地獄、お供えならわかるけど ね、そういう振り方じゃないもんね、ほら地獄よ、こういうことよ、せられるだっけ、うん、そう、送りはなんていうのこれ、強せられている、強せられるしか読めない、強さらる、え、強で合ってるわ、強せられる、強せられるなのこれ、意味はじゃあとね、むずもうおしまいじゃん、終わりよな、もう一問目ぐらいじゃん、だってこれ基本だからね、ここが基本なんだこれ、ね、問題だもんね、これは問題、まずそもそもそれをこうさ、うん、教科書が本当は別途あるじゃん、でしょ、うん、そっちでしょ、まずはそう、で、本当はそっちも買ったの、うん、でもそっちは一緒に一回預けた、なんで、あの一緒に行けようってなってるから、あ、動画で一緒に受けんだ、一緒に行けようぜって、ああ、そういうことか、で、基本俺はそんな、やっぱ頭良くないからこういうの無理だからこういうの無理だからね、で、やっぱ師匠は頭いいなの、あいつ、まあ、知ってる人もいろいろ手伝ってる、うん、やっぱ頭はいいからさ、ちょ、マジで俺もやるけど、うん、ちょ、ガチるのはお前だぞって言ったよね、でもそっちやりたいんだ、あ、まあ、やりたいっていうか、なんかもうじゃあやりますか、ノリでみたいな感じで、ノリよそこは、いつものノリでまあなんか卓球とかあったらなんかできそうじゃない、いやいやいや、大体そうなんだよ、なんかケイさん、そのゴールがないんだよね、ここに向かうために必要な資格じゃ、資格ってここねえのにここ飛んだそう、なんか卓球やったらまあできそうじゃない、まあ、まあちょっとやりたいことあったんだよ、そのリフォームとか家をリフォームしたりとかして、うん、なんかこう買ったりとか売ったりしたら面白そうだなぐらいの、すっごいざっくりやりたい、将来やってみたいなとことあったんだけど、あんじゃん、あんじゃん、リノベしていくとかは興味があったからやってみたいなってことあったんだけど、まず宅建ないとその売買ができないから、基本的にね、あ、自分ではできないんだ、そうそうそう、業者さんとか挟まないといけないし、でもだったら自分たちなんかやったらいいよねとか言ってなって自分で持ってたらそれ勝手に売買できるんだ、あ、免許があればね、あ、そういうもんなんだ、だから免許する、不動産業者にならないといけないからね、あれ普通だったら仲介業者っていうか、その不動産業者にお願いしてマージン払って、そうそうそう、もちろんもちろん、あ、そういうことってなるけど、その免許を持って、おられできんじゃねってなって、ちょっと行こうぜ、すごい、乗りに行こうぜ、そんなカラオケ行こうぜぐらいの感じで、まあやってみようぜみたいな感じ、そうで、本命はだからあいつだから、うん、教科書は託した、あ、そういうことね、一回読み合おうってお互い、いや絶対教科書、教科書の方がいいよねお互い持ってた方がいいよね絶対これ問題いけない、できるわけないよこんな強制られれば分かってるまずそこからなんだなんだけど、まあ一旦一旦まあ一旦これでいくかっていうことで、でちょっとまた読み合わせしようぜっていうのをちょっとやっていこうってなってるだけ、はあ、強制られる土地、うん、現に建物の敷地になっている土地、はいはいはい、建物の敷地用に取引される土地のことを言うと、ああ、じゃあこれにあった専門用語、もうそういう用語だ、専門用語なんだね、
ああ、強制られるってことあるんだ。いや、それ確かに意思みたいなことなんだもん。 D の意思そういうことだよね。でもその用語だよ、もうその漫画の中での専門用語じゃん。そうそう、 D の意思だから、これもそういう専門用語だね。強制だね。覚え方特殊。D の意思みたいなことだって思えば問題詞だけでね、受かるから。天才タイプね。これあればいけるよっていうタイプ。そう、まあ、でね、こういうことですよ。問題も大事だけどな。そう、結局これでは問題と覚えればいいからね。そう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 、結局ね、まあ、解答も書いてあるもんね。受験と一緒だからね。そうそうそう、説明もあるしね、こう解説が。そうね。できなかないけど。あっちは一回も実践踏まないまま本番行くわけだから ね、 ね、そっちの方がやばい ね、 ね。素振りだけしてバッターボックス立ってないのが、ケイさんのもね。ケイさんも実践立ってるからね。練習しないで、ね、練習試合ばっかしてる。それもそれだよ。それもそれだけどな。全然わかんないけどな。うん。みたいなね、ことですよ。はいはい。はい。なるほどね。うん。はい、すげえおもろいね、受かったでいいね。おもろいね、受かったら。どっちか受かったらめっちゃおもろいな。でよ、そういうことよ。喧嘩、いや、なんか本当にうーわ、かっこよ。このバラエティ系の YouTube やってて、これ受けてる人一人もいないんじゃない。大体このさ、ガチのこの資格勉強系の人とか勉強系の人が受けんだら分かんないけど、こんなチャンネルの人受けないよね。何割が合格なんだろうね。だからね、15とか20いけばいいんじゃない本当に。いや、めちゃめちゃむずいんじゃない、だから。ね、不動産業者さんいっぱいいるからさ、結構の人受けると思うんですよ。だって就職したらさ、その業界に。そう。受けさせられるでしょ、毎年毎年。絶対必要だよね。絶対そうでしょ。あった方がいい。てか、ないと上の役職いけない。まあ、必然的に多分そういうことだよね。体験修理上のやつはあるの？なんかまた探せばいっぱいあるのかな。多分不動産鑑定士とかなんか、まあ、いろんなのあってするんで。不動産系の資格ありそうだね。基本的にまず1個じゃない、最初は。うーわ、あ、うん、ついに宅建士になるんだ。いや、まあ、受かってないし受かるともあんま思ってない。Kさん、まあ、こういうのガチってるイメージないもんな。俺こういうのほんと苦手だからさ、特に1年かけてとかさ、うん、もうこういう受験勉強スタイル、うん、苦手。でもファイナンシャルプランナー持ってるね。まあね、まあ、あれはだってそんなのって俺で受かるぐらいだから。そう、まあ、あんなこと言っていけないけどさ。何回でも何も持ってないもんね、別に。持ってる免許、免許やってないようなもんなんだよ。もうゴールデンでしょ、もう。ペーパーゴールデン免許。簿記すら持ったやん、経営学部なのに。おお、いや、みんな受けんの、あれ。簿記も受ける。数学できないから全然わかんない。そうだ、数学できないのに。感じもあるけど、むずっと思った、普通に。あ、簿記とかそのみんな取ってるの、やっぱあれは会計、まあちゃんと行く人はね、そういう会社に入る人は、ね、会計業務のことか、なんかね、簿記とかあった方がいいもんね。それこそ公認会計士になる人とかもいるとは思うからさ。それこそ税理士とかそっちでしょ。それつるまないようにしてましたけど、そういうやつとやっぱ、なんでどこのプライド。いやいや、つるめよ。絶対つるんだもん。あっちがもうつるんでくれないから。逆にこんな就職将来何考えてるのか分かんないようなやつとはつるんでくんないから、やっぱ経営入ってて、経営入って芸人ね、そっちの AD 目指してるって。確かにそっちだとやっぱ確かにそうだもんな。つるんでくんないからね、そんな人。そう、その辺だから一緒だよ。だから俺も結局、うん、まあ、でも教職持ってんじゃん。俺は教員免許も持ってんじゃん。でもいいじゃん。それ捨ててこんなことやってるから。教職も、もう無理。ね、なんかいろいろ複雑なのね。俺が受けた時ってもう10年で更新制度だから。そうだよね。でも更新はあのもう現職のしか人しか更新できない。えじゃあだからもうない、実際はね。けどもう一回つくなら、なんか講習を受けて、うん、なんか再発行じゃないけどはできる。あ、早いんだね。そうそう、だから俺そういえば10年経つわと思って、うん、32ぐらいの時かな、うん、大学卒業から10年だから、うんうんうん、で、あれやべ、これ、そうそう、更新しなきゃってなって調べたら、うん、もう現職しか基本できませんって。あ、更新させてくれないんだ。そう、じゃあそんな制度じゃいやいやみたいな。現職の先生がどんどん大変になるだけじゃん、あの制度って。そうだね。あれ更新するのも通わなきゃいけないの、大学に。え、大学じゃんけやな。そう、あの決まった場所かな、通信とかない。じゃあもう出かけないもし更新するんだろう。で、俺は 100% いるし、うん、その何、現職の先生も必要だったの、確か。超大変だよね、現職。ただでさえ大変なのに、今そんな多くないんでしょ、うん、あ、先生って。いや、そんだけ大変だし、少子高齢化だから。だって必然的に職がなくなっていく職業じゃん。だからもうみんな受けるのやめちゃってるよね。あ、そうなの。どん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 教職員は減ってるっていうよね。うわ、もう大変って分かっちゃってるから、もう世の中に知られちゃってるから。大変だ。そう、それでだってやめたんだ俺も。教育実習
行って免許取ってそれやめないねんだそれ大抵になったの、それで抜けた人は大抵なそれもないでしょ、でも大抵半分くらいになってないでしょ。ああそうだよ、免許だけ取ってっていう人は。そうだよね、全然全然。なるほどね大変やな、うん、変でも俺もでもそんぐらいじゃない、教員免許だと。ほんとメイン運転免許ね、でも10年前とかだと足りなかったみたいな感じじゃなかったよね。まあそんなに言われてはなかったか、ね、結構何度大変なイメージだったもん。そう、確かに倍率高かった。倍率高かったよね。今結構もう受かっちゃうみたいなの聞くけどね、わかんない、場所にもよるだろうけど。私立だとなくてもいけるとかあるの？いや、ね、高校までいるんじゃない？免許はいる。特別講師みたいなのだったら。もうかっこいいね。もしかしたらかっこいい、長いだけかっこいい、それ欲しいね。肩書きだけ特別講師一番ダサくないですよ中身ないですか、こういう講師特別講師です。かっこいいじゃんね、名前だけ欲しいね。ダサいよね、それ非常勤ってやつ？非常勤、非常勤講師はいるんじゃないか。ああちょっと俺もわかんない、その辺。いや、いらないか、ちょっとわかんねえな。非常勤いるんじゃない？誰々とは困んない。ルールがある、多分。その高校まではいいんじゃない？あ、大学はいらないのよ、だから。あ、免許だから。大学の先生たちってみんな適当なことやってるけど、あれだ、みんなも免許ないから適当ではないだろうね。いや、まあまあ、大学いると思うけど、いや、もう早稲田なんて、もう頭おかしい人、先生とかしかいないから、日本語じゃないの、半分ぐらい。なんかもう、何言ってるか分かんないから。でもそんな授業が多かったわ、今は。ああ、そう。大学って不思議よな。不思議だ。免許、だから教えるに特化してないから、あの人たちは。そっか、研究でいいのか。研究に特化だから。あ、じゃあいいんだ、免許なくて。免許ない、大学はないよ。採用さえされて、そう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 、ある程度研究の実績がすごくあってとかでもいいんだ。はあ、なるほどね。いや、まあ、なれるかもさ、達研極めればね。特別講師これでまだ受かってもねえのに偉そうなことできないよね、うん、達研持って何年ですみたいな人がいるでしょ、うん、バンビ君なんて YouTube の大学作りますってなんか言ってて、 SNS の大学作りますって言って、ツイート見たの流れてきたの。でも大学は大学じゃなきゃ名乗っちゃダメで、なんで早く大学って名前は変えた方がいいですみたいな混じり図とかもあったりして大変そうだけどまあそうなんだろうね、でも本当に。まあそっか、いけない。まあまあ認可はあるよね、全然。まあそっかそっか、じゃあ別の言い方しなきゃいけない。そう、あっちゃんさもやばいもんね、だからなかった。いやいや、じゃああれ別にチャンネル名だよ大学として学費取ってとかやってないでしょ。やってない。やってない、やってない。スパージョンましたって言ってないんだ。笑ってないの。熱い人。いや、すごい頑張ってほしいですね。まあでも今年は多分 100% 無理だからいやいや、まだ期間あるから1年じゃ無理か、うん、まあでもそんなに全然全然本当に全然、まあ年取るまでに、うん、あ、もうそういう感じなの。そんな、なんか今すぐ急いで取ろうとかっていう感じじゃないから。なんかこういうガチってパッてやっちゃった方がさ、パッて取れそうじゃん。いや、そうすると抜けるじゃん。まあまあもちろんそれは、ね、そういうことじゃない、そういうことじゃない、別に肩書き欲しいわけないんだよ俺はそうなんだ特別講師の肩書き欲しいけどこっちは欲しいけど、こっちは欲しいけど、ここは結構専門的なね、知識がやっぱり欲しいから、はいはい、どっちかっていうとさうん、やっぱこれを使って何をするかだな。そうね、大事なのはそこ。肩書きだけ持ってっても意味ないよ、うん、意味ないんだそう、意味ない。じゃあ元も子もねえけど、なんかでも肩書き取ろうとしてるしどっちいいってなるけど、まあね、そういうことですよ、うん、頑張ってください。はい、楽しそうだね、ナレッジキングと同時、ね、本当同じ日っていうのもありえるよね。10月だったらあるよ、全然。土日でしょ、多分こういう試験って、ね、あ、もう決まってんじゃない。ねえ、どっちは だいたいナレッジはまだ発表されてないけど、こっちは絶対してるでしょ。うん、今年はいつみたいな、それ調べてもらおう。ねえ、だいたい10月の第3週だって、うん、あ、じゃあナレッジキングの方が早いかも。本当最近は、あ、最近っていうか大体そうだね、大体第1週じゃない。10月20日だって。ああ、じゃあ慣れきれば早いわ。うん、出てるよ。何もカレンダーに入れてなかった、入れてもらってそうだね、そもそも応募すら忘れそうだね今年受ける気ないよ今年はね、だから、まあ、ね、記念受験はしたいなとは思ってんだけど雰囲気つかむために、ね、そこそこかかるでしょ、2万ぐらいするんじゃない。いやいや、しないだけな、1万ぐらいでいけるんじゃないかな。あ、でもまあまあ、いや、まあでも試験ってかかるよね、お金。まあまあまあ、お金はね、お金のようなもんだから、試験なんてさうん、いいじゃん。うん、まあね、ちょっと楽しいよな、そういうの勉強してるとき楽しいよ。やってみようよっていうことですよ。うん、いいじゃん。うん、はいはい、はい、いいですね、頑張ってください。10月、じゃあまた結果報告を、まあ、メインチャンネルであげようよ。メインチャンネル、K からご報告があります発見しました、最初
自分のチャンネル上げてメインチャンネルで慣れ金の結果かと思いきや K がついにあの試験を受けましたよ。慣れチキンかと思いきや意味わかんないでしょ。卓球勝ってたらすごいでも。それ受かったんすけど、まあまあ、そこはね、ちょっともう今今年は本当なんもないと思ってる。うん、はい、一旦ね、うんうん、応援のほどよろしくお願いします。はい、おしまい。お願いします。海賊団と申します。